Hey, what's up guys, it's Yuto here and we're back to Sword Art Online Alice Session Licorice. So yeah, you're probably wondering why do I study here. So in the last video where we ended here, so I put up some it's like I finished a lot of side quests. This thing, that's so hard because it's a best of luck. So yeah, anyway, let's go. よし、これで栄えある第1回後輩たちとの課外授業が終わったな。うん、2人とも獣と戦うのなんて初めてだろうに、動じずについてきてくれて驚いたね。ああ、あの調子だと二人とも上達は早そうだな。それはそうと、キリト、課外授業の間あんまりロニエと喋ってなかったじゃないか。そうか、戦闘とか周りへの確認に気を取られていたからかな。喋り出したと思ったら少し難解な剣術理論について話し出すし、まだアインクラッド流を学び始めたばかりの子に下段と新技レイジスパイクの話は難しいよ。いや、覚えといて損はないはずだぜ。ノルキア流のカッコつけた型の初動が決まる前に下段から突進決めれば先手を打てるからな。僕はそういう戦法の話は慣れてるけど、あれを初めて聞く人はかなり戸惑うよ。もっと初級から徐々に教えた方がいいんじゃないのかい？それに関してはユージオ君の意見を参考にしよう。初めてロニエに稽古をつけた時ちょっと急ぎすぎたこともあったからな。多分昔のユージオがあまりに飲み込みが早かったし、それと同じ調子で教えようとしちゃったのかもな俺。ん？どういう意味だい？だってお前は俺が教えてないスラントの構えを一人で覚えられただろ。他にもそんなことがたくさんあった。これまで友情は少しきっかけになるようなことを話せば次の日には大体技を習得できたんだよ。僕はどうしても君から剣を学びたかった。君の話を一言も漏らさず聞いて技を盗むのは当然だよ。ふふん、そうかい友情君。うん、だから特別僕の飲み込みが早かったわけじゃないよ。何でも早く習得できるように努力をしただけなんだ。ユージは努力家で負けず嫌いだからな。あ、そういえばユージの指導生だったゴルゴロッソ先輩もユージのそういうところが気に入ったんだってな。うん、先輩が卒業してからまだ1ヶ月も経っていないのにもう懐かしいよ。ゴルゴロッソ先輩、最後に言ってくれたな。先輩が僕を選んでくれた理由。僕はゴルゴロッソ先輩と同じように上を睨んで必死にあがくやつだと思ったからだって。ユージオのことをよく分かってる人だったんだな。うん、先輩の指導は厳しかったけど本当に身になったよ。バルディオ流は派手さがないけど恐ろしく実践的な非容疑がいくつもあるもんな。ああ、ゴルゴロッソ先輩は稽古ではとことん強胆な人でちょっと大変なこともあったけどね。なんだっけ、最初に服を脱げって言われたんだよな。正直初めはかなり面食らったよ。でもそうして筋肉のつき方を細かく見てくれたからどこをどんな風に鍛えればいいか分かったんだ。いや、今でも思い出すな、初稽古の日友情がへばってたこと。だって最初の稽古で素振り200回を命じられたら誰でもバテるだろう。キリトだってリーナ先輩の指導でヒーヒー言ってたじゃないか。まあな。僕たちもそば好きの時代にはああやって厳しく時には優しく先輩に指導してもらったんだよね。ああ、
上級修験士になれたのも先輩たちがちゃんと鍛えてくれたからっていうのもあるかもな。そうだよ。だから僕たちもティーゼとロニエにいい指導ができるように頑張らないとね。なあ、先輩たちによくしてもらったのを返すためにな。よし、それじゃあ次外出した時は蜂蜜パイを土産に買ってくるか。ちょっとキリト、君のいい指導は美味しいものを食べさせてあげることなのかい？そういうわけじゃないけど、自分が先輩にされたら嬉しいことを考えるとさ。まったくもう、先が思いやられるな。どうしたの、ティーゼ？ユージオ先輩、ごめんなさい。稽古中にため息なんかついちゃって。今は休憩中だし、ため息ぐらいなんでもないよ。それより何か悩み事？あの、先輩はお気づきかもしれませんが、私、木剣を思うように扱えない時があって。確かに白金菓子の木剣は優先度が高くて重いからね。最初は仕方がないよ。はい、ほんの少しだけなんですが、もっとうまく扱うにはどうしたらいいんでしょうか？そうだね、剣への愛情を持つことかな。剣への愛情？うん、僕も以前は青バラの剣が重すぎて振るどころか持ち上げるのすら苦労したんだよ。そうなんですか？でも前に着物退治に行った時はあんなにすごい剣技を使ってたじゃないですか。付き合いが長くなって僕の装備権限が上がったからね。でも僕は剣と剣士の関係はそんな風に数字だけで表せるようなものじゃないと思う。仮に自分の権限よりずっと優先度が低い武器でも存在に扱ったりしたら持ち主の意思に応えてくれない。昔の僕がこの剣を触れなかったのは権限が足りなかったからじゃなくて、剣への愛情が足りなかったから、そんな風に思うんだよ。なるほど。うん、剣だけじゃないよ。服も靴も食器も神聖術で生成した素因一粒だって心をつなげば必ず答えてくれる。きっと人もね。ユージオ先輩、私これまでそんな風に考えたことありませんでした。子供の頃から剣の訓練をしていましたけど、いつも木剣が折れたら両親はすぐに買い替えてくれたんです。でもそうですね、この木剣と一緒に私はここで2年間勉強することになるんだから、一緒に頑張ってくれるこの子に感謝してちゃんと手入れを怠らないようにします。うん、そうしてあげるときっと剣にも伝わるよ。はい。それじゃそろそろ稽古を再開する？大丈夫かな？はい、もちろんです、ユージオ先輩。お疲れ様、ティーゼ。スラントの動きが前よりも良くなってたよ。そうですか？よかった。もしかしたら早速効果が出たのかもしれないです。効果？さっき先輩が教えてくれた剣への愛情ですよ。この子を大切にしよう、一緒に歩んでいこう、そう思ったらいつもよりこの子が少し軽く思えたんです。本当かい？それならよかったよ。じゃ片付けをしてお互い寮に戻ろうか。あの、ユージオ先輩。ん？なんだい？ユージオ先輩とキリト先輩って次の反則日はご予定ありますか？うん、特にないよ。あいつも多分暇してると思う。ロニエと一緒に考えたことなんですけど、みんなで野遊びに行きませんか？野遊び？はい、学院の敷地内にある森にみんなで行って一緒にお弁当でも食べれたらなと思って。あ、もちろんお弁当はロニエと私で用意しますので。そうだ、僕たち先輩なのに君たちの親睦会もまだしてなかったね。気を使わせちゃってごめんよ。そんなことないです。私たちが
先輩たちとゆっくりお話しする機会が欲しくてお願いしただけなので。ありがとう。それじゃあその提案に乗らせてもらうよ。キリトに声をかけておくね。あいつがちゃんとロニエの指導生をやれてるかどうか心配なところもあるしね。うん、それは大丈夫ですよ。だってロニエったらいつも。え？お、いえ、なんでもないです。ではよろしくお願いします。だからハイノルキア流の上段の構えから放たれる斬撃で事前に備えるものは一つしかない。真上からか斜め右上から。その他の軌道は必ず足を踏み替えるから、それを見てからでも受けが間に合う。なるほど。ではどうやって真上か右上かを見分けるというとだな。はい。心配したけどロニエとはうまくやってるようだな。話の内容はさておき。ちょっとユージオ先輩聞いてるんですか？ごめんごめん、聞いてるよ。で、なんだっけ？もう聞いてないじゃないですか。そのあんまり森が綺麗だからつい。珍しい動物もいるし。珍しくなんてないですよユージオ先輩。あんなの外区に生えてる木にだっていっぱい住んでますよ。へえ、そういえばティーザは王都出身だったよね。家は近いの？実家は八区ですから、学院のある五区からはちょっと遠いですね。そうなんだ。あれ、ティーザは貴族出身なんだよね。貴族の屋敷は三区と五区に集まってるって聞いたけど。父は一応六等爵士なんですけど、でも下級貴族もいいとこですから。I don't know. Talk about Jurika. 採決権を持っているのは四等爵士までだったよね。はい。五等以下の爵士は逆に上級貴族の採決の対象になってるんです。些細なことで上級貴族の機嫌を損ねて断罪されてしまう五等六等爵士もたくさんいるみたいで。そうか。貴族なのにそんな目に遭うなんて。はい。とはいえ肉体的な刑罰じゃなくてお給金の減額とかがほとんどみたいですけど。大変なんだね、貴族の世界も。あの、ですから私みたいな六等爵士の跡取り娘は貴族なんていうのは名ばかりで、暮らしは平民の皆さんとほとんど変わらないんですよ。へえ。I don't know. So now I'm as Yu-Gi-Oh talk about her address. Well, we know at Ward 8. あの池のほとりがいいんじゃないですか？うん、あそこが良さそうだね。もーい、キリト、ロニエ、あの池のほとりでお昼にしようよ。なあ、腹減った。あの、私たちが作ったのでお口に合うかどうか。あ、すっごく豪華な料理だね。二人ともすごいな。おお、さすがだな。あ、ちょっと待ってくださいね。店名を確認しますから。全部の料理の店名確認しました。大丈夫です。よし、それじゃあ。キリト先輩、食前のお祈りと聖句を唱えてからですよ。あ、おっと、そうだった。それでは、アビアドミナ。うん、うまい。羽地家庭に勝るとも劣らない味だぞ、ロニエ君、ティーゼ君。ああ、本当ですか？うん、すごく美味しいよ。でも、これだけの材料を揃えるのは大変だったんじゃないの？実は
初等練士は安息日にしか外出できませんので、キリト先輩にお願いして昨日買ってきていただいたんです。え、そうだったの？言ってくれれば僕も買い物に行ったのに。ユージオ君は図書館にいたからな。俺一人で済ませてきたというわけだ。まったく。それにもうそこまで打ち解けていたなんて、心配して損したよ。キリト先輩は怖そうだけど、本当は優しい方なのはすぐに分かりましたから。そうなのかい？まあともかく、キリトがちゃんとロニエと打ち解けてるならよかったよ。なんだ、ユージオ君はそんなに俺を心配してくれていたのかい？そういうわけじゃないけど、まあキリトはいつもなんだかんだ言って宿屋のおかみさんや子供に知らない間に好かれてるからね。確かにそう思えば心配する必要はなかったと言うべきかな。そうだ、先輩たちは長い間一緒に旅をしていたんですよね。なあ、修験学院に入るまでの1年ぐらいかな。キリトと来たら旅の道中いつも破天荒なことをして周りや僕をびっくりさせてたよ。へえ、どんなことですか？聞かせてください。おい、ユージよ、余計なことは喋るなよ。じゃあまずは僕たちが農場に居候してた時のことから話そうかな。あれは確かキリトが朝寝坊しそうになった日のことで。おい、それはダメだって。先輩たちの旅って本当楽しそうですね。しばらく忘れられそうにないです。ユージを覚えとけよ。君の武勇伝を話しただけで変なことは言ってないじゃないか。いや、それが恥ずかしいんだって。もう4時半ですか。早いですね。本当だ、そろそろ戻らないと二人は門限に遅れちゃうね。おいしいお弁当ありがとう、ロニエ、ティーゼ。それじゃあ行こうか。ユージオ先輩、今日はありがとうございました。本当に楽しかったです。こちらこそありがとう。お弁当も美味しかったし、親睦会をできて楽しかったよ。改めてこれから1年間ティーゼにはお世話になるけど、僕もできる限りティーゼの力になりたいと思うよ。だからいつでも遠慮なく頼ってね。はい、ユージオ先輩、これからもどうかご指導よろしくお願いしますね。うん、君に僕の知る全ての剣術を教えるよ、ティーゼ。やあ。 Well, what a long conversation that was. おい。やれやれ。I don't know what I want to talk about right now. Yep, another conversation now. キリト先輩にユージオ先輩、お疲れ様です。いや、ロニエにティーゼ。珍しいね、二人と食堂に来る時間が合うなんて。はい、あの先輩、私たちもご一緒していいですか？もちろんだよ。ああ、嬉しいです。そういえばキリト先輩とユージオ先輩っていつも一緒にいますよね。うん、2年ぐらいはずっと一緒にいるかな。同じ衛兵隊に半年いた後にこの学院に入ったからね。まさに俺とユージオ君は運命共同体だからな。何その運命共同体って？同じ道を目指すものってことだよ。なんだかお二人ってとても仲が良さそうで羨ましいです。似た者同士はよくつるむものですな、ライオス殿。さしずめ、新たな曲芸の打ち合わせでもしているのだろう。次の出し物を楽しみにしようではないか。そうですな、ライオス殿。
まことにいつ見ても獣同士の馴れ合いは微笑ましいことよ。しかし奴ら貴族の子女をそば好きにするなど、いやしくも貴族の真似事をしているようですぞ。案ずるなウンベール、貴族とはいえ六等爵家、不憫ではあるが末席の娘たちにはふさわしい苦行ではないか。アンティノス集権士殿に、ジーゼック集権士殿、何かご用件でしょうか。貴様無礼だぞ。ライオス殿の名を口にするときは首席集権士殿をつけるべきであろう。そして私を呼ぶときは自責をつけたまえ。これだからしつけの足りない平民は困るのだ。落ち着けウンベール、曲芸師は芸の打ち合わせに忙しいゆえ礼節を尽くしている暇などないのだ。まさにそうですな。検定試験に向けせいぜい卑しい芸を磨かれるがよい。あの、今のって。ごめん二人とも、僕たちと一緒にいたせいで巻き込まれちゃって。いえ、そんなことはいいんです。アンティノス上級集権士殿とジーゼック上級集権士殿はキリト先輩とユージオ先輩にいつもあんな態度を。まあ初等練士の頃からだよ。もう慣れたけどな。同じ上級集権士なのにですか。仕方ないよ、相手は貴族だ。いや、貴族がみんなあんな人ってわけじゃないけどね。ティーゼとロニエは僕たちに平等に接してくれるし。そんな当然です。それどころか先輩たちは衛兵隊からのわずかな推薦枠として選ばれて学院に入って上級集権士になったんですよね。私たちはそんな狭き門を通ってきた先輩たちのそば好きになれて光栄だっていつも思ってるんですよ。そんなに褒められると照れるな。うん、なんだか恥ずかしいよ。でもライオスたちには気をつけてね。もしあいつらに何か言われたら僕たちにすぐ相談してくれ。そうだね。学院則に背くようなことはしないと思うけど、何をするかわからない連中だから。はい、わかりました。気をつけます。それじゃあ先輩方、また放課後に。本日も稽古よろしくお願いします。うん、またね。次の授業は確か風素の生成についてだっけ。あ、宿題忘れたかも。まったく何やってるんだよ。剣の練習ばっかりしてるから。それにしてもライオスとウンベールがティーゼとロニエにまであんなこと言うなんて。ああ、五等爵士以下の貴族をバカにしてる。キリト？いや、なんでもないよ。時間もやばいし教室まで急ごうぜ。え、うん。さっきなぜか嫌な予感がした。気のせいだと思いたいが、ユージオの言う通り、今後のライオスとウンベールの動きには気をつけるようにしよう。さてと、ユージオ君、軽く稽古でもどうかな。僕は全く構わないけどね。でももうすぐ上級新星術の試験だよ。しかも筆記の他にキリトの苦手な闘素生成の実技もあるよ。仕方がないか。稽古は諦めて試験勉強でも。待ってキリト。ん？やっぱり稽古に付き合うよ。それはありがたいけど、新星術の試験もあるしさ。闘素生成の練習は次の機会に僕が手伝うよ。だから今日は僕の稽古に付き合ってほしいんだ。そこまで言うなら構わないけど、
急にどうしたんだ？この間、ロニエやティーゼと課外授業を受けた時のことを覚えているかい？もちろん。衛兵隊から聞いていた以上に獣が凶暴で苦戦したんだよな。あの時、僕はキリトのように動けなかった。仕方ないだろう、突発的な状況だったしさ。でも、もしかしたらロニエやティーゼに大きな怪我を負わせることになっていたかもしれない。実戦経験が少ないからなんて理由で、いざという時に行動できないのは悔しいだろう。うん、まあそうだな。というわけだから、キリト、今日は僕の特訓にとことん付き合ってもらうよ。わかった、任せろ。それじゃ修練場へ急ごうぜ。おや、ユージオ修剣士、それにキリト修剣士も。げ、ちょっとキリト、何か言ったかな？いえ、何でもありません。こんばんは、アンティノス修剣士殿。無礼ではないか。ライオス殿を呼ぶときは首席修剣士殿をつけるべきであろう。まあ良いではないか、ウンベール。それじゃあ俺たちは向こうで稽古をするので。うん、頑張りたまえ。ライオスとウンベール、彼らの巨大な自尊心が剣の威力を高めていると考えれば、あいつらが首席と次席になるのも納得せざるを得ないかもな。キリト、どの稽古から始める？あいつらが修練場から出ていくまでは、とりあえず素振りで体を温めようぜ。賛成。それじゃ、しっ。いやはや、いつもながら裕次郎殿の稽古はくしきものよな。毎晩毎晩あればかりだが、型も技もない棒振りに一体どのような意味があるのか知りたいとは思わないか？全くですな、ライオス殿。気にするな、裕次郎。うん、分かってる。聞けば裕次郎殿はどこぞの田舎で木こりをしていて、剣技の一つも知らないそうですぞ。そのような事情があるのなら、同じ寮で修練する者としてせめて型の一つなりとも矜持差し上げるべきだったかな。おお、ライオス殿の画量たるや、まさしく杓子の鏡というものですな。どうかな、裕次郎殿。ライオス殿のお言葉に甘えて指導を受けていってば。このような機会二度とはないぞ。確かに二度とはない機会かもしれませんね。それではお言葉に甘えて言ってご教示願えますでしょうか。おい、裕次郎。前にライオスたちは自尊心を剣に乗せ強さにしているって言っていただろう。僕にはそれが納得できないんだ。高い身分を鼻にかけ、自分たちより下位の借家に生まれた生徒や平民での生徒を見下し長老する、そんな彼らの心根が剣に力を与えるなどあり得るのだろうか。それを確かめたいんだ。分かった、でも気をつけろよ。うん、ありがとう。それでは早速そこで型を披露してみたまえ。そうだな、まずは簡単なところから。いえ、せっかくのお申し出ですから、型の公表よりもジーゼック殿の高貴なる剣を我が身に直接ご指導いただければと。なんだと？それはつまり我が剣に打たれたいということかな、裕次郎修剣士。それはもちろん寸止めでお願いしたいですが、しかしこちらは指導を請う立場、この上注文するのは無礼というものでしょうね。ほほう、なるほどなるほど。初撃決着でも構わんと申すか。よかろう、
我が剣技を有事を集権しに披露しようではないか。では参るぞ、ハイノルキア流の神髄、その身をもって学ぶがよい。死ね。その無様な姿に流派の卑しさがにじみ出ているぞ。あわよくば次の検定試合で俺やライオス殿に取って代わろうと思っていたんだろうが、そうはいくものか。この場で右肩砕いて当分剣を触れなくしてやる。勇者、恐れるな。そうだ、僕はバカか。剣士が怪我を怖がってどうする。せー、そこまで。この立ち合いは引き分けとする。ライオス殿、俺、いや、私がこのような田舎剣士と引き分けるなど。ウンベール。は、わかりました。貴殿の真なる技、大いに楽しめたぞ、有事を集権し。卒業後は、定律曲芸団あたりに転職を求めてはいかがかな。お気遣い、痛み入ります。アンティノス集権し。次は、私が貴殿に力というものを見せてやろう。僕は今でも構いませんが。剣を振り回すばかりが戦いではないぞ、無声の輩。見事な剣技だったぜ、勇士よ。まだまだだよ。でもウンベールが剣に込めていた貴族の自尊心を源とする力は実感したよ。次に戦うまでに僕も見つけないといけないな、剣に込めるべき何かを。大丈夫、友情ならきっと見つけられるさ。焦らず、ステイクールで行こうぜ。なんだって？ステイ…今のは、アインクラッド流の極意その1だよ。落ち着いていこうぜっていうような意味かな。別れの挨拶にも使うけど、じゃあまたな、みたいな感じで。へえ、わかった。覚えておくよ。それで友情、稽古はどうする？もちろんやるよって言いたいところだけど、思いのほか疲れてるみたいだな。悔しいけどね。ずいぶん集中していたみたいだし仕方ないさ。稽古はまた今度にしようぜ。ありがとう。僕はもう少しここで休んでいくよ。わかった、先に寮に戻ってるぞ。うん、ステイクール。な、別れの挨拶つっても日常的に使うような言葉じゃないんだそれ。もうちょっとちゃんとしたお別れっぽい時にとっておけよ。ふーん、ややこしいんだな。それじゃまた後でな。ロニエ、ティーゼ。ユージョー先輩、キリト先輩。また課外授業への参加が学院から打診されたんだけど。もちろん行きますよ。ティーゼも問題ないかい？はい、ただ一つだけお願いがあるんですけど。ん？なんだい？課外授業が終わった後少し話せたりしますか？ユージオ先輩とキリト先輩に聞いてほしい話がありまして。もちろん大丈夫だよ。ありがとうございます。それじゃ準備ができ次第出発しよう。 And here we go. Dude, the conversation is taking so long. So just I don't know man, it's so long. So yeah,
Actually, I think I'm going to end it here for this. It's only like story, but I don't know. So yeah. Actually, there's a update yesterday, I think. So they add many other settings. So now I can change so many settings right now. So yeah. I don't know. Maybe we can take a bit more, but it will take a long time. So yeah, and I hate those two, you know, the Humber and Ryos. Yeah, I know. So yeah, I think I'm going to end this here for this video, and I'm going to continue it after this. So yeah, I hope you guys enjoy it, and see you guys in the next videos.